で、ちょっとこう戦争と離れるようで離れないようでなんですが、今回のウクライナ、実はあの国は人口がものすごく減ってる国だったんですよね。で、一時期ですね、2000年前後だと思いますけど、あの国一回人口5000万人超えたことあるんです。ただ、その後、おそらくですね、外に出ちゃったりと流出しか、てんだね。流出したりとか、あの国に対するこう期待感とか、で、まあ、今、攻撃されてる国なんで、あまり悪しく言いたくないですが、いつも大体汚職の度合いの高い国でもう有名だったわけですそうよね、であすの国ね。は。で、そういう意味で、実は、攻撃が始まる直前って、4000万切るぐらいじゃなかったかと思うんですよね。一応公式統計で4500と言い張ってましたけどね。私が欧米のこういろいろ見てる限り、なんかそれぐらい、もうともかくこう減ってきていて、で、結局、社会に、いろんな意味でこう活力がなかったんだろうなというのは、希望がないっていうことですかね、やっぱりそ見通れしはが。人口減少社会、まあ、日本も人口減少し、別の理由で減ってますけども、ああやってこう人口がこう減っていくときに、その社会全体が支えられなくなっていくという、その社会の脆弱さというのは絶対ウクライナにあったはずなんですよね。で、その社会の不満をある特定の層に向けるっていうんで、なんか内戦が起きやすくなるっていうことなんですかね。それまでそうでしたもんね、今回のロシアの侵攻の前。だから、いわゆるロシア語話者っていうのが多い地域、少ない地域があって、その多い地域を、ロシアもちょっかい出したと思うんです、はっきり言って。でも、それ独立許さない、あいつらテロリストだっつって軍隊をね、まあ、ぶつ結け局て。すごく雑に言って、ドニエプル川から沿いから、ドニエプル川から東側がロシアロ語をシア話す方々対。で、こちら側がウクライナで、まあ、一番西側に行くとも今度ポーランドの方っていうことになるわけですけども、あれはもう、なんていうんですかね、こうスターリンの時代から、それよりももっと前からかもしれないですけど、特にあの国境を確定した時に、一つの民族だけで固まらないようにという、旧ソ連邦にのどこにでもある構図ですよね、あれは。そうですよね。だから、でも違う文化を混ぜちゃったわけですよね。特に宗教が混ざったのはまずかったなと思うんですよね。ローマンカソリックと。で、今、ロシア正教教会ですね。ウクライナの教会っていうのはロシアの正教と一応、たもと分かってるのに、すごく今の政権側の支持者たちが攻撃して焼き打ちになったりね、もちろんそれはもう非合法のことなんだけども、それがちょっと新しい内戦要素になってますよね。私ちょっと心配なのはね、この度ほら、トルコと EU を仲介にして、去年限られた港なんですけども、ウクライナの穀物を、国会の方に出して輸出しようっていうのがあったじゃないですか。でもそれは初め3ヶ月とか3ヶ月とかそんなんで、結局、5月ぐらいに終わりそうなで、あ感れじで終しわっょ。て、で、それだけで足んないから、陸路でね、道路と鉄道で、ポーランドルとーマニか。ア、ブルガリア、それからポーランド、ハンガリーとか、そういう経由でやろうって言ったら、実はインフラがダメなんですよ。日本の外務省がいろいろ手を使って、簡易式に建てられる、ほら、柔らかい倉庫みたいなの建ったりして、穀物が滞留しても貯蔵できるようにはしたんだけども、結局、貯蔵いつまでもできなくて、その先が詰まってるから、地元でこう売っちゃったんですそよ。れで地元の農家が怒ってる。価格が暴落して怒ってて、だから輸入禁止になってる輸入禁んで止すしちよ。ゃいました。ポーランド、4カ国ですね。ポーランド、ハンガリー、それからブルガリア、もう一つですよね。で、ルーマニアはね、お前らが禁輸すると俺んとこに来るから大変じゃないかって言うけど、結局一緒に禁輸しちゃったんだよね。で、それでね、結局何が一番困るかって言ったら、やっぱり穀物価格が上がる、それから不足しているから、だからあれアフリカの国なんかそうです、ね、そうです、そうです。すごいやっぱ困るわけでしそう。ょ。だから今、ロシアが逆に、ロシアとウクライナで、おそらく世界市場に出回ってる穀物の十数パーセント13%から15%いくんだと思うんですよ。で、ロシアは今、プーチン大統領は困った国はね、行ってくれれば、ある程度はただであげるよってやってるわけです。この間、モスクワに30カ国集めてやったの、その会議ですよね。今度は
あれじゃないですか、あの方、岸田総理が、うん、岸田総理がグローバルサウスとかって言って、うん、アフリカとかに行くっていう、うん、あれは、うん、それも含めて何かあるんですかね。いや何もないと思う、そこまでの策はないんでしょう。なんかでもね、やらないとやっぱりそこでね、うん、やっぱりほら、日本にその安保理ね、常任理事国入りとかなんかって言って、うん、そういうふうなところでいろんなインフラの、手助けっていうか ODA 配ったりするけども、うん、まずはそこからですよ。やっぱ食べるものからやっていった方がいい。思うんだけどね、ロシアがやったことにちゃんと対抗できるかなと思ってね。いや、それやったらでも大したもんだと思いますけど、うんうん、だから思うんだけど、その習近平がモスクワ行った時に同時開催してんですよね、30カ国、うん、アフリカ諸国が集めた会議を、うん、でブラジルもなんとなくね、つかず離れずだけどサポートするような態度をするわけですよね。モスクワには行きますよね、うん、ウクライナには行きませんけど、うん、というので、ロシアは一生懸命ブラジルなんかは、うん、いや自分は中立だみたいなこと言ってますけど、あまり中立じゃないんですよね。中立じゃないですよね、うん、今回だから中国にこうしてウクライナに停戦働くかけはします、うん、で多国間協議枠組みは、うん、ブラジルが引き受けて作るよということを言い出してるわけですよね。そういう形でちょっとね、形が変わって、あと最近の動きでちょっとえっと思ったのはエルドアン氏だよね。もう今回なんかうまくこう、なんていうか、すごい雑に言うとどっちつかずでうまくこう、うん、やっていこうというのがもうありありとしてますよね。で、自分も選挙を抱えてるので、うん、イソップの逸話だったらコウモリの野郎とか言われそうだけどでも平気でやるもんね。一番最初はウクライナにドローンを撃って、うん、どん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 そのドローンがなかなか優秀なバイラクタルっていう優秀なやつであれ、ロシアの戦車結構やられたんですよ、これね。でもあれがなくなったらね、なんかもう知らんぷりして今度はロシアとやり始めて、この間ロシアの技術で作った原発の開所式があって、プーチンがオンライン参加することになりましたね。多分今エルドアンの頭の中には近々やってくる総選挙のことが頭にあるので、うん、もう何でもいいから総選挙にプラス、ちょっと負け筋なんですよね、うんうんうん、負け筋なので、うん、これに勝たなくてはいけないという意識が、うん、そっちの方が多分エルドアンの頭の中を支配してて、うん、この状況でどっちからもいいものを引き出して、うん、ほら見てみろ、俺じゃなきゃこれできないよというのを売りたいんでしょうね、おそらく。でしょうね、まあ、自信もあったしね、うんうん、それでね、ちょっとね、はい、小松先生今日来たらね、お聞きしたかったんだけども、なんで岸田さんは停戦イニシアチブはやる気がないんですかね。いや、もうそれを押し込むこともできないのか、うん、少なくともアメリカ側とかから止められてるか、ね、やるっつも多分アメリカ側止めると思うんですよ、うん、まあそうでしょうね。で、うん、もしかしたら虎の尾を踏むかもしれないと思えばやらないし、で多分、うん、モスクワに乗り込んでいって、うん、でウクライナ行ってというので、ちょっとなんか荷が重いかなという気はしますけどね。でもそもそも、うん、自分で勝手に行けるんだったら、この度のウクライナに入ったのももっと早く去年入れたはずなんでしょ。入ろうと思ったら、そしたらエマニュエルさんに怒られたんでしょ。というふうに私は聞いて、うん、だから日本の今の政府は、うん、そのホワイトハウスとやってるんじゃなくって、虎ノ門、虎ノ門の大使館とやってるの、あそことやってるって聞きましたよ。うん、まあエマニュエルってのはすごいよね。着任したらいきなり自衛隊の装備を横田基地から送らせる仕事やったからね、彼は。それ一番の仕事じゃないですか、うん、最初だってなんか毎日ある側近の方がエマニュエルさんに電話をかけて支持を仰いでるっていうような話も聞きました。木原さん言っちゃうぞ木原さんのことの噂で困ったもんだな。でも、まあ、けど大統領首席補佐官経験者ですからね、レシカゴ首相でしょう。そうですね。いや、それは相当手ごわい相手ですよ、ね、今回は。だから彼はもしかして戻ったら、もしかして自分も、うん、まあ、次のね、2024年じゃないかもしれないけど、うん、大統領選に出たいと考えてる可能性だってありますよ。彼はそうだね。だってもう、だってもうやっぱりかなりこれまでの、うん、大使とはちょっと違う、はい、かなりなんていうか踏み込んだ政治的な方でしょ、うん、結局は。本当はね、うん、ケネディ大使だったらお嬢ちゃんだもんね。いや、あの人はお飾りだったと思うんですよ、うんうん、いや、なるほどね。なんか手強いね。でも広島出身のね、首相だから多少期待したんだけどね。
いやー、多分アメリカとか、うん、あと欧米の国とかをしっかり説得した上で、うん、じゃ あプーチンと向き合ってという、うん、今そのポジションにいないんじゃないですかね。国際社会的に見て今岸田さんがそういうイニシアチブを取れるような立場の人だと、うん、多分国際社会も見なさないと思いますね。いやでもそういう人が議長国やんですか。いやだからまだね、あのブラジルの大統領の方がよっぽどなんていうかグローバルな視点を持ってて、うん、だってやっぱり一番やっぱりがっかりしたのが、うん、あの必勝しゃもじですよ、うん、はい、あれね、まだ平和しゃもじだったらよかったかもしれない。でっていうか入れてた箱は馬かぼうだったね。っていうかあれはなんかこう誰 役人から絶対その持っていきましょうって言わないわけで、あれ、うん、あの岸田さんが、うん、俺が持っていったらこれいいことがあるんだって言ったとするのであれば、さすがにこれ別によ、止めますよね、私が野党側とかなんとかそういうの抜きにしてこの人ちょっとおかしいんじゃないかなって、やっぱりっていうか、あの一応なんかあの、うん、ダメっても言わないけども、ね、ちょっとお考えになった方がいいんじゃないですかって言ったこと言いません、ね、うん、事務の外務省から来てる総理秘書官でも総理それはやめた方がいいですと、私なら外務審議官と総理秘書官とみんなで、うん、総理それはやめましょうと、うん、普通言いますけどもね、説得しますよね、うん、けどそれでも持っていったというのは言えなかったのか、あの岸田さんの強い思いがあったのかどっちかなはずなんですけど、でもあれあの人数少なかったから本当に知ってる人間が少なかった可能性があって、ね、勝手に入れちゃったって荷物に入れちゃった、ね、だからそれを知り得たとすると、うん、秋葉さんか、うん、国家安全保障局長か、うん、外務審議官の山田さんか、うん、もう名前言っていいですよ、あの総理秘書官の、うん、まあ、大鶴さんって方なんですけど、うん、この辺りの人はついていってるので、うん、でその辺りの人がこうやめてくださいって言わないと、うん、それやまないわけだ。いやでね、私ね、あの必勝っていうね、文字が私ね、うん、別にあのしゃもじはね、うん、悪くないと思うんですよ。だってあれは一応、うん、あの名物じゃないですか。だけどあの必勝っていうのは良くないと思う、平和がいいと思う。だって、うん、広島だったら平和でしょ。で岸田さんがあれ持って行ったの、実は私ちょっとゼレンスキーは不快に思ったんじゃないかなと実は思っていて、なんでかというと、ですね、フェイスブックにはさすがに岸田さんが来て写真があるんですけど、ツイッターで岸田さんがウクライナ行った話というのはちょっと今もう一回確認してみないとわからないですけど出てこなかったんですよ。でツイッターはおそらくゼレンスキー大統領本人でやってるんじゃないかなとすると、なんだこいつと思ってもうなんかもう載せなかったという可能性があるんですよね。だってね、あの資金提供したんですよ、うん、いつも前と同じじゃない、これお金だけ出してね、うん、で評価されないっていうのは、うんうんうん、前と同じ、ね、であれはね、あの結局けど他にいろんな重要な話でも多分目に留まるのはやっぱりどこで、うん、あのシャッターチャンスのところとかが一番やっぱり目に留まるのであれば、うん、そこにでどう映るかっていうのはとても重要なメッセージになるわけであって、うん、それがねあれっていうのはね、私はそこだけ何が起きたんだろう、何かで頭ぶつけたかなとやっぱ思いましたもんね。ああ、ぶつけ、だってあのあれでしょう、政調会長時代に随分あの、うん、はい安倍さんにぶつけられましたからね。だってあれでしょう、あのコロナ の貧困層の30万のあれも、うん、結局は安倍さんに言われて30万って取りまとめて、これで閣議決定までしながらですよ、二階さんと公明党に言われたらチャラになったっていうので、かなりあれでぶつけられて、うん、もうボコボコにされましたでしょ。まあ、でもあと不思議なのは、あの宗男さんがね、うん、今度行くわけでしょ、ロシアに、はいはい、であの人はもう1にも2も2にも停戦だって騒いでるじゃない、うん、そういうことを言ってる人はほとんどいないね、国会でも。でもね、あの今回ね、いろいろ読んでみるとね、思うのは、うん、あのプーチンを倒すっていうのが本当なのかどうなのか、さっきの中国の話になっちゃいますけども、うん、でもこれって停戦っていうか、うん、あの戦いをやめるっていうのがみんなの願いであって、うん、プーチンを倒す、うんっていうね、そのロシアのトップを消してしまうっていうことが、うん、究極の目的になんかなっているような印象になってきてるんですよね、うん、そうなんか違うんじゃないかという。けど実はそこは国際社会の中で最終的に何を目標にしているかということについて、うん、多分意見の一致がないんだと思うんですよ ね、うん、つまり多分ですね、うん、今アメリカとかイギリスとかは、うん、今すぐの停戦お互いが折り合う形のですね、うん、
これを良しとしてないはずですよ、うん、で、なんていうんですかね、もう本当にそうなるかどうかはともかくとして、うん、こうロシア側が少しこう折れる形での解決策でないと、またいつまでたってもウクライナは揺すられるんだから、うん、今お互いのこう共通点を探していくっていうのは、うん、そうじゃないんだと思ってる人たちが片やいると、うん、だけどもさっき言ったようにフランスのマクロンみたいに、うん、いやともかくプーチンの顔を潰さないように、うん、潰さないように潰さないようにしようというのがいて、で、習近平のように明らかにプーチン側についてるんだけど、なんか一応こう、うん、和平案、絶対実現しなさそうな和平案を出して、うん、いかにもこう自分は頑張ってますという、うん、で同じようなアプローチを誰とも挑戦せずやってくるブラジルの大統領とかですね、うん、それぞれ、うん、多分少なくともじゃあその欧米諸国とか西欧諸国の間だけでも、うん、今やらなきゃいけないことのなんていうかな、うん、短期的中期的な目標が一致してるかというとしてないんだと思うんですよね、うん、悲惨ですね。そうするとね、僕なんかもう本当に感情的な問題で言うとね、まあ、どっちの国にも知り合いがいて、兵隊行ったら分かんなくなっちゃったのもいるわけですよ、うん、連絡取れなくてね、うん、であいつら死んじゃうのかなと思うわけ、うんうん、でそれを思うとね、で日本人って甘くて、よくこういう僕なんか SNS で発信してるから、 SNS、ツイッターとかいろんなここにもコメント書いていただく人もいるわけだけど、うんうんうん、論争すると日本人が言うのはね、嫌だったら戦争参加しなきゃいいんだよって言うんだけど、そういうもんじゃないんだよ、国際社会。全然違う、全然それはもう違いますね。僕のウクライナ人の友人だって別にゼレンスキーの支持者じゃないけど、うん、年齢で男だっていうことで兵隊に持ってかれて、そう、50代なのに持ってかれて、うん、で、なんか自衛隊の防弾チョッキもらったよって写真を最後くれたのは終わり、うん、それで。連絡取れない。そういう国ですし、うん、そうなんですよ。自分なら逃げたとかですね、うん、自分ならこの、戦いに加わらなかったっていうのは、うん、戦争をやってる国とそれを追う雰囲気のことがよくわからない方ですよね、うん、だって逃げたら、ね、逃げたら犯罪になるわけでしょ、ああいう風な国になると、うん、結構ロシア人逃げてるけどね、国外に。あれちょっと不思議なんですよね、うん、中央アジアとか、うん、ヨーロッパとかいろんなところにこう若いロシア人が出てもう二度と戻らないって言ってるのがこう、うん、SNS とかで流れたりするわけですよね、うん、あれなんだろうなと。捕まえに行かないしね。でね、うん、在外ロシア社会も結構分裂しててね、戦争絶対嫌だっていうグループと、うん、いや祖国をちょっとちゃんと優しく見守ろうよっていうのとね、結構喧嘩してるの、うんうん、ああなるほどですね。日本の中でもそうですよ、うんうん、でもね若い人は圧倒的にね、もともとね若い人の中でプーチンの人気は相当下がってましたから、うん、SNS 規制やったから、うん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 、そのせいなのね。あとやっぱり僕なんかからするとあんまりプーチンの批判ってやってないようで、僕はプーチンの論文読んだとき、あこの人乱暴だなと思ったのは、ウクライナ人もベラルーシ人もロシア人も同じ民族だ、まあ分かんない人はそう思うだろうけど、それって言われたらウクライナ人嫌がるぜって思うわけ、うん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 、でウクライナって国は確かに200年前にないけど、うん、ウクライナ語っていうのは弾圧される中で一生懸命磨いてきた言葉なんです。そうなんです、そうなんです、うん、でいやソ連自体は自由に使ってて、今はなんかロシア語ダメにするとか言うけどね、結局やっぱりその辺をうまくね和解できなかったんですよ、うんうん、ウクライナ語ってのはやっぱ禁止された時期があるんで、ありますあります。ソビエト時代にやっぱりね、うん、いろんな面でかなり弾圧っていうか、うん、食料持っていかれたりとかあったじゃないですか。ホロドモルです。そうですそうです。まあ一番スターリンが工業化するときに外貨を稼ぐにはウクライナから穀物を持ち出すのが一番いいから、うん、それで上に種物まで持ってっちゃったからね。うんうん、400万人亡くなってますから。うん、でやっぱりそういうこう。で先ほど言われたように近代のところで数百年国を持たなかった時期があり、うん、そしてようやく立ち上がった、うん、第一次世界大戦が終わった後、うん、ようやく俺たちの時代が来たと思ってバーッと立ち上がったんだけど、ソ連にバシッと潰され、うん、でその後も工業化する時の外貨稼ぐのにちょうどいいということで、見えないところで見えないところで、ウクライナからの穀物は全部持っていかれ、まあその間餓死者が数百万人出た、うん、やっぱ人肉食べてたとかそういう話もあるぐらいですから、うんうん、でやっぱウクライナの人たちからするといつもボコボコにやられていたという思いが、うん、あると思うんですね、多分すごい強いと思うし、うん、でおそらくですけど純粋ウクライナ人の方にこれちょっとこれなんとも言えないですけど、多分農奴社会の時代 農業奴隷ですね、うん、の時代の意識の人、うんまあ、1860年に農奴解放令出てますけども、うんうんうん、
なんかそういうこう差別意識みたいなものもすごくありますね。実はあるんでしょうね、おそらく。まあ日本にも似たような関係の、ね、国があるんだけどね、うん、それと似てるね、感情は、うん、ロシア人なんか気がつくのね、うん、在日の人と日本人との間のね、うん、関係がウクライナ人とロシア人の関係に似てるって気がつく人がいる、うん、ロシア人で住んでると。なるほど、うん、でも僕なんかが知ってるウクライナ人で、要するにロシアの国籍を持ったウクライナ人っていうのはいるわけだけど、仲良くは暮らしてんだよね、うんうん、その辺の関係ってのは日本人には理解できないんだろうな、うん。